はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はここやっていきたいと思います。ドルワームのお話ですね。ボスが2体出てきます。なかなか強いんですけども、ちょっとレベルを上げすぎてしまいました。50台ですね。これは楽勝、楽勝でもないだろうけども、まあ倒せるでしょう。行ってみます。魔性王ですね。レベル42とか3ぐらいで来た時にボロ負けしたんですよ。ボロ負けなんで、ちょっとねレベルを上げたんですけども、上げすぎちゃったな。これなら多分いけるでしょう。とにかく敵の攻撃力がものすごい高いのよ。ボディープレスを2体ともにやられたらほぼほぼ即死するぐらいの強さだったんだよね。でも今は HP が380とかそれぐらいになってるんで、まあいけるんじゃないの。いけ。うん、ダメージもいい感じに入ります。でこれがポイントだよね。フリーズブレード、これで凍えさせて動きを止めるっていうのがいいんだけども、なかなか効かなかったか。となると、ガラクタハンターで転ばせる感じにするか。とにかく1体倒してしまえばなんとかなるんで、 OK、 転んだ。この転ばせるっていうのが重要だね。マヒアレドス行きたいけどもまだもったいない。ドルマドンでとりあえず1体をまずやる。テンション上げてきたけどね、上げずに、来てもよかったな。こいつと戦いながら上げていくっていう形でもよかったけどね。いけ、そっち側かい。できるなら右側を先にやって、固まれ、ナイス、オッケー、いいね。とにかく左側をまずやる。ドルマドン、これで多分黄色ぐらいには なるんじゃないかな。ならんかな。いけ、およし、黄色、これはいけるでしょう。左に多めに、でも右もいい感じに HP 減ってきてるね。オッケー、固まってくれ。固まりはしないけどもいいや。あー、もう最後だからデビルクラッシュでいきましょう。500いくでしょ。700いった。オッケー、倒した。いいね。でここで無限の風で防御力も上げておきましょう。うん、ブレスも使ってくるけども、一番の問題はボディープレスなんだよねこいつ。あ、でもこれで倒せそう。いけるやろ。嘘、だいぶ避けられたぞ。だいぶ避けられたけどもいいか。いけ、まだ。でも最後の最後だいぶさしぶといね。まだか、しぶと。連続あんま効かないでしょ。150ぐらい。おお、だいぶ効いたな。はい、ちょっとレベル上げすぎか。楽勝すぎるね。天魔クァバルナかな、だね。行きましょう。ちょっと横文字に弱かったな。どうだろうね。なんか右と左の翼があるな。まあいいか、とりあえず全体に攻撃していけば間違いないね。多分翼をまず潰さないといけないとは思うんだよね。さすがに凍結はしないか。
コートジャグ。お、攻撃でQダウンは効くんだ。攻撃ダウン効く。おーおお、ほんと。ブレスは使ってこなさそうかな。煉獄火炎でちょっと行ってみましょう。めちゃ効く。めちゃめちゃ効く。メラゾーマ。おお、なかなかやるね。やっぱり翼からで間違いないでしょう。いけ。いや、まだ待て。どうしようか、全開じゃない方がいいのかな。いけ。ちょっと羽壊してみようか。あ、いや、煉獄火炎使ってきゃそのうち壊れるか。うわ、やっば。3回攻撃。なるほど、これ確実に翼からいったがいいな。相当攻撃されるね。ねないんだよ。あ、ベホイミあるか。もったいなくないね。うん、主人公でした方が良さそうですね。となるとこっちの翼からちょっとやっていこう。回復も入れておきたい気もするんだけどね。まあいいか。ゴッドジャグリングまたやっとけ。で、多分これで右の翼いけると思うんだけど、まだなの。イオナズン？やるね。うおい。なるほど、回復するわけね。はい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 、オッケー。とりあえず自分はベホイミ行っちゃって、で、こっちで三枚落としでいいね。とりあえず翼を全部やりたいんで。覚悟いいか。三枚おろしで、おし、いった。まず翼を倒さないとどうしようもないね。再生は多分しなさそうではあるね。ハッスルダンス。オッケー、いい感じ。もうちょっとスクルト入れてくれれば嬉しいんだけどな。マジか。厳しいね。いや、ハッスルダンスすりゃいいね。ちょっと待って、これで先に潰していく。いや、もったいなかったな。よし、いけた。ハッスルダンス、まずは翼だね、こいつは。連続火炎。おい、ワンパンかい。ワンパン、やめてくれ。いや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 。ザオラ。で、ハッスルダンスね。やっぱこれはね、レベル上げないとちょっと難しいよね。おお、きついって。本当に。強えな。ちょっと待ってよ。防御力も上げとこう。きくねー。2回攻撃で確実にやりに来るもんね。これで、まあ、世界樹の雫使ってもいいけどな。ああ、世界樹の墓、雫は持ってない。
とりあえず回復させてちょっと元通りにしよう。よし、ナイス。ああ効くね本当に。間違えた、ベホイミ。いいでしょう、とりあえず戻ったね。でここをハッスルダンスで全員の回復をやって攻撃していきます。まだ敵の HP が全然だな、減ってないな。いけ、テンション下げられたのがやっぱ痛いね。またスクルトまで消されるのが痛い。バーニングバードはそんな効かないよね。いやー、ここ主人公で回復していった方がいいような気がする。よしよしよし、あ、ジャグで攻撃力下げよう。下がるでしょ。よし、オッケー。攻撃力下げないともうとにかく痛い。おい、何それ、なにそれ、ひどいって。強っ。ちょっと待て、敵が強すぎるよ。これをどうぞ。はい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 、ちょっと待って、ベホイミで回復しときましょう。でもさっきの連撃来たらもう死ぬんだけどね。よし、オッケー、なんとか耐えた。あーでもこけてるか。大丈夫、ハッスルダンスがある。でも攻撃力を下げただけでだいぶ楽になるかもね。100ちょっと食らってたのが70とか80ぐらいになったんで、だいぶマシかもね。ジャグリングは結構入れていっていいかもしんない。ベホイミ、テンション下がるのが本当に嫌。もうちょっとでしょう。参ります。ジャグリングでもう1段階攻撃力を下げたい。よし、 OK。 2段階下がってるからこれでだいぶマシなはず。やばい、 MP が少なくなってきた。よし、いいね、攻撃していいね。バーニングバードどんぐらい効く。え、なに、全く効かなかったの。全くダメージゼロだったの。使わん方がよかったわ。これで攻めていこう。最後の煉獄火炎、よし、倒した。強かったな。はい、ということで今日はドルワームのお話クリアしてみました。ボス2体出たんだけども強かった。ここは本当に強かった。レベルがね、まあこれだから勝てたんだけども、そうね、これ40後半ないと無理でしょ。耐えれないもん、あんな攻撃。もうちょっとレベル上げたいな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。